んにちは、ウルトラランナーのめこです。スポーツ MC の岡田です。今週のウィークリーライトリップ、連休明け、一発目のウィークリーラントリップ、5月入りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。連休、ゴールデンウィークね、終わりまして。終わりましたね。どうでしたか？何してましたか？はい、毎日YouTube の投稿してました。なるほど、ね、自分のチャンネルの、あ、そう、ミャコチャンネルのストイックに毎日投稿っていうチャレンジをしてました。すごいじゃないですか。じゃあ結構逆に忙しかったんじゃないですか？うん、そうなんですよ、ちょっと忙しかったです。確かにね、天気もね、まあ、それなりに良、まあ、かったっちゃ良かったけどね。そうなんですよ、でも雨が降ったり、そうだそうだ、結構ね晴れたりニコロゴロっとありましたけども、うん、いや、そうでしたね。岡田さんは何を？僕もそうですね、仕事仕事いや、なんかね、ありがたいことに結婚式とかがちょこちょこあったりして、結婚式とかイベントとかね、この中ですけど、だからもうね、本当ハートはすごく潤ってます。あ、素晴らしい。あとは僕、あんま走りに行くってことあんまなかったんですけど、うん、YouTube 撮ってましたね。あ、YouTube ね、はい、アシックスの最新のエリートレースでもいっぱい履かれてた、はい、あのシューズ実際にレビューさせてもらったりとか。ちょっとじゃあ公開はまだ。そうですね、まだなんですけど、ね、まあ今度ね、あ、楽しみですね。ここでも、ね、シェアできればと思ってます。はい、いやいや、そうなんです。ゴールデンウィークということで、はい、世の中的にもですよ、もう皆さんもたくさん走っていろんなとこ行ってる方も、ね、まあ、日常的な、ね、ね、ランニングをして、うん、ジャーナルに結構、ね、いい投稿が来てたので、まあ、皆さん全国的にどんなランニングされてたのかなというか、ちょっとジャーナルを見ながら、ね、見ていきたいと思いますので、今週はちょっとそれから紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、こちら、お、すごいもう気持ちよそうな、そう、レース、うん、上ではバーティカルレースと、ね、もうジャーナルの写真にポンって入れていただいてますけど、はい、こちらの投稿はですね、ユッキーさんの投稿、これ、ね、非常に文章がバーっと詳細なことを書いていただいてるんですけど、うん、上ではバーティカル気持ちよさそうですね。天気が気持ちよさそうです。良、うん、さそうで、これあの本当、まあ、バーティカルレースって、まあ、すごい極端な話で言うと、はい、山登るだけみたいなね。ですよね、そうそうそう、山登るだけ。すごい短いレース、すごい短い距離を思いっきり急な坂を山をぐわーって登って、はい、終わりっていうレースなんですけどね。なんかこういうね、大会も楽しんでいたということで、太鼓、うん、とかもね、そう、長野の上田市、はい、上田ですからね。いいですね、こういうエリアの情報とかもジャーナルに載っております。そしてね、次紹介していきましょう。これは？これはすごい、親子で、親子走ってるという投稿ですね。これいいですね。いいですね、青空もすごい、親子でね、うん、こうあぐらをかいて一緒にあの写真を撮れるっていうのがいいですし、ね、なんかこう、うん、親子ランって聞くとちっちゃい子と、まあ、お父さんとか、そうそう、そういうのが結構よく見てたんですけど、結構もう大きいね。そうそうそう、うん、これ学生さんなんみたいです ね、 ね、月間80キロ息子が走りなさいって言われて声かけてみたら、釣れたって書いてありますけどね。これなんて読むんだろう、 TTL カズ2463かな。でこれコメントめっちゃついててですね、いいな親子でって、うちは絶対無理みたいなね、コメントついてるんですけどね。このジャーナルもなんかほんわかしていいですよね。天気も気持ちよさそうだしね、めちゃめちゃいいですよ。そして続いてがこちら。これは、ね、どんな絵なのかって、ちょっと絵的には大仏様、うんうん、大仏様、うん、でも、うん、この書いてあるじゃないですか、ドーン、ドーン、初フルマラソンでね、出てますけど、すごい、初フル、じゃすごいですよ。でこれしかも初フルで一人で走りきったってことですよね。ね、オンラインマラソン、東海市、そうですね、ゆういちさんの投稿、東海市の大仏行ってきましたよというふうに書いてあるんですけど、タイム早くない？早いです。サブ 3.5 一人でフルマラソンで走るって、まあまあ大変じゃない？かなりです。結構辛いですよね、はい、レースならまだしもみたいな、ね、感じですけど、これでもこの大仏、人が、あ、人じゃ、え、これ足元に映ってるの人？人ですね、足元、ん？足元っていうか、あの下に映ってるの人ですかね？人ですね。大きいね、この大仏。めちゃめちゃ大きいですね、東海市。はあ、すごい。でもやっぱり、ね、こうやってあのジャーナルでね、初フルやりましたよとかってあげると、うん、コメントが優しいっすね。そうですね、みんなお疲れ様でした、ナイスランですってね、こう来てますよ。いや、素晴らしい、こういうこのね、天気のいい中そういうことしてる人もいるんだっていうのが分かる投稿がね、結構あります。そして、はい、季節的な写真投稿していただいたのがこちら。5月5日といえば子供の日ということで、鯉のぼりですよ。いや、綺麗、ね、結構綺麗。ただ風は吹いてなかったのかな。
本当ですね、うん、風は吹いてなかったからちょっとこう、焼かれたししゃもみたいになってますけどカラフルなグダーっとねなってますけど、うん、でもいいですねこういうのもね季節感があって季節感があるものを見ていくっていう、ね、そうこのね鯉のぼりの投稿は松0909ランさんですね、うん、いいですね花島公園の鯉のぼりが綺麗でしたということでどっかで見ました鯉のぼりとかいいえ全然見てないんだ一匹も出てないもんね外ね、はい、一匹も見てないよね確かにねあの家族で見ることもなくね一匹も見ることがどうですかちなみに柏餅とかあの子供の日に食べるようなものとかあるじゃないですか食べてないですね食べてないですかなんかないんですかこうあでも思い出の、うん、私も一応一回だけほうお外に食べに行ったんですよ。あなるほどね、ジャーナルにこうやって投稿したんですよ。お、これ。見てください。パンケーキです。あ、美味しそうですね。可愛いでしょう。いや、まあまあ、本当可愛いよね。そうなんですよ。しかもこう美味しそうだなと思いますけど。スタンプがランフォーイートって書いてあるスタンプで、おこれをちょっとお気に入りでめっちゃ可愛いなと思ってるんですけど。いいですね。食べるために走る。いやもうその方多いと思うんですよランフォーイートの方でそういう意味だとねもう最後にご紹介するこのゴールデンウィークのジャーナルの投稿はこちらはいお、まあ、まさにランフォーイートと言いますかランフォーイートですね、はい、青空といや青空ですよこれ美味しそうお届けランさんですねさんメジャーのコーヒー屋さんのアールグレイミルククリームドーナツが今朝の補給食って来てますけどこれ美味しそうですねアールグレイアールグレイクリームドーナツですってめっちゃ美味しそう。これ、ちょっとどこだろう。調べちゃう。アールグレイ。まあでもなんかこのね、ドーナツってそれだけでも美味しいの。表面にそのコーティングされてるな。わかりました。どこですか。スターバックスコーヒーでした。オーケー。スターバックスコーヒー。これ知ってる方も結構いたのかもしれないですね。アールグレイミルククリームドーナツということで、これはじゃあスターバックスコーヒーだから。行けば、全国行けば食べれるってことですね。全国の皆さん、アールグレイミルククリームドーナツを食べに。ぜひスターバックスコーヒーいいですねこういう美味しい情報もジャーナルで手に入っちゃうんですね、うんうん、いいですねあこれ美味しそうと思ったらスターバックスやったーってねなってねこれもいけるの面白そうですね素晴らしい、いいですね甘いものを食べるっていうね、うん、ランもいいということで、まあ、こうやってこうジャーナルを見ていくとね季節感とか自分がこうなかなか行けないエリアの情報とかも手に入りますからね、はい、お出かけ感、まあ、なかなか外出られませんけど、はい、ステイセーフステイホームしながらランニング楽しみながらねこういう情報をジャーナルに投稿していただければと思います楽しみにしてます、はい、ということで、あ、そうジャーナルといえばね、はい、あのついにできたらしいですよ。あ、あれが、あれが、ヤッホースタンプ。ヤッホースタンプ。いや今日ねここにはいないんですけどね、ヤッホーさん。ヤッホーさん。スタンプできましたんで。スタンプがやばい、うん、こんな感じですね。可愛い。可愛いキャラクターですね。ちょっとこれからバシバシ使っていかないといけないね。ね本当にサブ本目指してる方とか、うん、テンション上げたいときヤッホーって言いたいときにちょっとぜひ。使っていただきます。やっほー。いや本当に。いやそのなんか皆さんのゴールデンウィークの感じが分かったというところでね、はい、またちょっとこう旬なトピック紹介もしたいと思うんですけれども、今回ねちょっと紹介するのがこちらのシューズでございます。はい、アディダスから 4D フォワードというシューズが出ました。こちらでございます。そう。これも全く新しい。そうなんですよ。シューズなんですね。全身テクノロジー異次元ランっていうねキャッチコピーがついてるんですけど。すごい。すごいですよね。これ何かっていうと、はい、あのまあ 3D プリンターの技術を使って作られたミッドソールなんですよね。格子状でこれ包帯型っていうふうに言ってて、うん、まあ包帯ってあの蝶ネクタイ。あ、なるほど。あのこうミッドソールが編まれてるんですけど、そこがくっついてるとかね、ちょっとこう八の字というか包帯っぽく見えるっていうことだと思うんですけど。どこか。そうね、よく見てくださいよ。あ、わかりました、わかりました。こうこうですね。くっついてる、編み目がくっついてるね、ところこう包帯状に見えるっていうことで、まあ、この形でこう作られてる、まあ、編まれてる、まさに最新のテクノロジーですよね。うん、まあそれでさらにリサイクル素材 39% のバイオベースの素材。っていうね、こうやっぱりサステナブルなところにも配慮されたシューズということで、でもこんな見た目でね最新のテクノロジー使われてて、はい、え、ちゃんと走れるのっていうことを心配だと思うんですけど、はい、これあの気になりますよ。大森さんが実際に履いて走られたみたいで、大森さんはですね、前回の 4D もそうだけど、あの構造でも走ってみるといい意味で全然普通のランニングシューズって感じで、安定感もあって直には全く問題なし、はい、そして今回のは特にかかとで設置した時に推進を強く感じるっていうことを感じたと。でこれはあの構造だからできることなのかなと感じましたと。なんかこう新しいですよね。新しいですね。素材がビシッと詰まってるのがね、ミッドソールのフォームが入ってるっていうのが、まあ、今まで普通スタンダードでしたけど、うん、こうやってこう編まれた新しい形状っていうのが出てきてる。アディダスの最新テクノロジー、ワクワクしますね。これね、今実際に7月に発売ということなので、はい、
ので、まあ、今発表されているというだけなのでね、うん、ぜひお店に出てきたら手に取って、あ、こんなミッドソールどこ包帯なんだろう。そう、それ見に行きたいですね。見ていただければと思います、はい、いやいやいや、春ね、新しい新製品の情報もお届けしてまいりましたが、今週も最後にあれお願いします。私の愛するまるまるまるということで、はい、今週何いきましょうか。今週は私の愛するドリンクです。いっぱいあると思いますけど、はい、ドリンクね、みやこちゃん何ですか。私は走る前なんですけど、おう、こちら、おう、豆乳です。走る前に、はい、取ってるんだ。走る前、必ずってわけじゃないんですけど、うん、朝です、朝ですね、飲むの。あ、そういうことね。朝起きて走る前、結構そんなお腹いっぱいに食べられないんで、はいはい、でも豆乳を飲んどくと、まあ、お腹にもたまるし、ほうほう、まあ、とりあえず私乳製品が大好きなんですよ。なるほどね、まあ、まあ、なるほどね、まあ、乳製品そう、そうなんです、まあ、植物性の豆乳を取って、うん、豆乳を取って、なんか結局タンパク質があるじゃないですか、豆乳って。そうなんですよ。卵黄に取ってるんですけ ど、 なるほど、卵前もいいですね。なんか卵前に飲むのが好き。確かにエネルギーもそれなりに炭水化物とかも入ってるんですよね、はい、入ってますね。いいですね。みこの愛する豆乳、豆乳です。僕はですね、はい、まあ、なんか走ってる時に飲みたいもので愛するまるドリンクはね、麦茶。お、まあ、これからの季節もうね、あの大好き、あの本当大活躍なんですけど、なんで麦茶なんですか。まあ、理由はいくつかありまして、まずね、麦茶って外でどこでも売ってるでしょ、コンビニで。あ、売ってます。コンビニで98円のものもあるし、はい、まあ、すぐさっと手に入りやすいっていうことと、はい、あのこれからの季節、うん、こうトレランとかしながら、うん、走りながら飲み物を持ってると、うん、温まってきちゃう。温まってきます。温かくなってきた時にスポーツドリンクって温かいのちょっと許せないんですよ、僕。あー、あんまりね、ちょっと飲みづらいですよね。とかあるし、ちょっと、まあ、お水よりももうちょっとさっぱりしたいという時にあったかくても許せるのがお茶。あ、やっぱり、ね、ミネラルが取れる麦茶がいいんですよね。なるほど、 そっか、そんなの考えてなかったです。おすすめ。だからトレーラーの時、うん、フラスクをここに入れるんですけど、どっちか1個は絶対僕麦茶なんですよ、はい、麦茶、うん、これね、おすすめなのでぜひやってみてください。いいですね、夏場にも。そう、夏場にもミネラルということで麦茶でございました。はい、はい、ということでね、今週もいろいろお届けしましたけど、あのジャーナルとかもね、みやこちゃんもちょっとちょこちょこ上げてるし、見てるし、そう、皆様からの旬なランニングの情報とかもね、コメントとかでもぜひ教えていただければと思います。ということで、今週もウィークリーラントリップ、あの面白いと思った方、高評価、コメント、そしてラントリップのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。